YouTube Kids ですね、今日本日5月31日ですか、日本時間で、はい、入りました。 YouTube Kids タップ、はい、起動 OK。 YouTube Kids、 YouTube Kids、 YouTube Kids ですね。はじめにあなたの生まれた年を入力してください。ちょっとこれちょっと見せれないんで、とりあえず入れます。はい、年齢を入れると YouTube Kids の本です。 YouTube Kids はより安全に YouTube をお楽しみいただける YouTube の幅広い動画の中から自動的にコンテンツを選択します。お子様が何本かの動画を視聴すると、検索履歴や視聴した動画に基づきホーム画面におすすめの動画が表示させるようになります。このアプリはお子様向けとしてふさわしくないコンテンツを除外するよう設定されていますが、YouTube が全ての動画を手作業で確認しているわけではありません。今ちょっと動画上でこれ見れるか、この動画見れないかっていうのでちょっと検索したりしたいんで、検索をオンにします。YouTube Kids で使用するアカウントを追加してください。とりあえず私のチャンネルを追加します。これちょっと見せれないんで、とりあえずログインします。結構めんどくさいですね今。アカウント追加したらメールアドレスの確認で自分のメールにお客様のアクティベーションコードっていうのが4桁で来ました。これを打ち込んで起動させたいと思います。はい、今起動したら今アクティベーションコードメールで来たんですけど、 Gmail のそれ入れると起動しました。長かったです。 Apple ID も忘れてましたしね。はい、それでこれで検索してみます。検索、多分子供にダメなコンテンツは出ないはずなんで、YT Kids がバイクのアクセスへ求めています。 OK。 はい、これでマイクでヒカキン、はい、ヒカキンさんはキッズ OK ですね。で、まあわざとですけどダメそうなのですと柴田、はい、残念な顔で他のことを探してみよう。私がよく見るもう一つ、全然有名じゃないですけど、ムルオカ、ダメですね。はじめ社長どうですかね。はじめ社長出ました。さすがトップ YouTuber は違う。ペンパイナップルアッポーペン出ました。セイキン出ますね。うんち大丈夫ですね。ラファエル OK ですね。まあ大体 YouTuber で上の方にいる人は大抵 OK ってことですかね。とりあえずちょっとだけ調べてみました。ありがとうございました。動画ブログ CH とりあえず私のチャンネルも YouTube Kids 大丈夫そうですね。なんか CH って入れなきゃいけないから、これチャンネルって言葉に変えた方がいいかもね。とにかく私の動画ブログ
CH カッコ仮 OK です。